皆さんよろしくお願いします。哲学とです。今回ご紹介するのは大安丸が、記したとする古事記と言われる作品です。古事記は上中下巻の、全3回に分かれている日本最古の歴史書と言われていて、日本という国家の成立と神々天皇たちの喜怒哀楽を描いた、物語となっています。歴史書としてだけでなく、文学的に ユニークなエピソードが満載なので、まあ、読んでいて楽しい、作品になっています。そして、内容なんですけども、日本はどうやってできたのかといった問題や、海老寿様と、淡路島は兄弟、初代天皇のおばあちゃんは実はサメだったなど、日本最古の歴史書としてだけでなく文学的にユニークなエピソードがふんだんに描かれており、国家の成立だけでなく神々から、天皇を中心とする人々の喜怒哀楽が凝縮された物語で彩られています。後世の写本の序文に書かれた和同年および、月日によって712年に作られたことが確認されています。大安丸の序文によると天武天皇が編纂を指示して、元明天皇の時代に完成したとされています。古事記は伝えられた、棺伝承を、忠実に記述したもので、大王家が、歴代統治していくことの正当性を、述べようとしたものであるとされています。まあ、このような歴史書としてだけでなく、まあ、物語作品としても、まあ、非常に優れた、物語作品になってますので、ぜひ、まあ、ちょっと興味のある方は手に取ってみてはいかがでしょうか。どうもありがとうございました。動画をご視聴いただきありがとうございます。新しい動画を見逃したくない方は右のチャンネル登録ボタンからぜひチャンネル登録をお願いします。